スリービルボードは2017年にアメリカ合衆国で公開されたドラマ映画である。監督は舞台演出家のマーティン・マクドナー、主演はフランシス・マクドーマンドが務める。2017年8月に開催された第74回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に出品され脚本賞を受賞するなど高い評価を得た。また、 第90回アカデミー賞では、作品賞、脚本賞、作曲賞、編集賞など6部門で計7つのノミネートを受け、フランシス・マクドーマンドが主演女優賞を、サムロック・ウェルが助演男優賞を受賞した。日本でも2018年度キネマポ報の外国語映画ベスト10並びに、読者選出ベスト10の第1位、毎日映画コンクールの外国映画ベスト1賞など、 複数の映画賞や映画雑誌の年間ベスト1位に選ばれている。舞台は架空の田舎町であるミズイリ州エビング。アンジェラ・ヘイズというティーンエージャーの少女がレイプされた後に焼かれて殺害されるという精算な事件が発生した。それから7ヶ月が経過した後も母親のミルドレッド・ヘイズは娘を奪われた悲しみから立ち直れずにいた。やがてミルドレッドは 犯人の手がかりを何一つ発見できない警察に不信感を抱くようになり、殺害現場の近くの道路沿いに立つ3枚の広告板を借り受け、そこに、娘は、レイプされて焼き殺された、未だに犯人が捕まらない、どうして、ウィロビー所長を、というメッセージを貼り出した。ウィロビー所長を敬愛してきたエビングの住民たちや、ミルドレッドの息子のロビーは、この行動に戸惑った。 中でもレイシストである警官のジェイソン・ディクソンは怒りをあらわにした。広告版の設置が原因で、ミルドレッドとロビーは住民たちから嫌がらせを受けることとなったが、ミルドレッドはそれを意に返さない。ウィロビーはミルドレッドの苦境に同情的ではあったが、それでもなお広告版の設置は自身への不当な人格攻撃だと考えていた。ミルドレッドに自分は、 水臓癌の末期症状であり余命少ないことを告白するが、彼女はそれをすでに知った上で広告版を設置したと返答する。一方、ディクソンはミルドレッドの行動を警察官である自分への敬意を著しく書いた振る舞いであるとみなしていたため、何としてでも屈服させてやると決意し、ミルドレッドに広告版を貸した広告会社社長のレッドを脅迫した。 その後、ミルドレットの友人であるデニスに、マリファナ所持容疑をでっち上げて逮捕し、しかも保釈にも応じなかった。ミルドレットの元夫であるチャーリーは、そやな人物であったが、そんな彼ですらも広告版の設置が引き起こすであろう、事態を恐れていた。彼はミルドレットに、アンジェラが殺される一週間前、あいつは、俺と一緒に暮らしたいと言ってきたんだと語るのだった。 一見強気なミルドレッドだったが、彼女も自責の念を抱えていた。実は、事件当日、アンジェラは友人らと遊びに出かけるのに車を貸して欲しいと頼んだが、娘の素行の悪さに頭を悩ませていたミルドレッドは、それを断った。やがて激しい口論となり、暗い夜道を歩いてレイプされたらどうするのというアンジェラに、レイプされればいいと返答してしまった。ミルドレッドは、 歯の治療に行くと、その敗者は、ウィロビーと親しい友人だったためシカドリルを手に、彼女を脅すが、逆にミルドレッドはドリルを奪い、敗者の指に穴を開ける。ウィロビーは、ミルドレッドの元を訪れ尋問することになったが、何もしていないの一点張りだった。尋問中、ウィロビーは突然吐血し、そのまま病院へと搬送されていった。自分の指揮が近いと悟ったウィロビーは、 退院後に妻と二人の娘と過ごす一日を設け、楽しい思い出を作った後、衣装を残して銃で自殺する。ウィロビーの死が街中に知れ渡ると、ミルドレッドが広告版を設置しなければ、所長はもっと長生きしていたはずだという風評が流れ、彼女たちは一層陰出な嫌がらせを受けるようになった。ついには、ミルドレッドが働く店で見知らぬ、男性客から脅迫されるに至った。 また、ディクソンはレッドが経営する広告代理店に押し入り、レッドとそのアシスタントを暴行し、レッドを2階の窓から突き落とした。一連の暴挙は、ウィロビーの後任である、アバークロンビー所長に目撃されており、アバークロンビーはディクソンを直ちに解雇した。その夜、ミルドレッドとロビーは帰宅中に3枚の広告版が燃え上がっているのを目撃した。二人は、 懸命に消火活動に当たったが、広告はほとんど燃え尽きてしまった。警察署ではディクソンはウィロビーから届いた最後の手紙を読んでいた。そこには、お前が犯罪捜査の第一線で活躍したいと願っていると知ってから、なんとか助けになってやりたいと思っていた。しかし、病のためにそれも叶わなくなってしまった。お前の欠点はすぐに切れることだ。 警察官に最も必要なのは愛だ。そうすれば、もっと良い警察官になれる。ゲイだと馬鹿にする奴がいたら、同性愛差別で逮捕しろ。と書いてあった。改心したディクソンは、アンジェラの事件の捜査に本気で取り組もうと決意する。広告版は警察に放火されたと考えた。ミルドレッドは報復のため火炎瓶で、警察署に放火した。音楽を聴きながら、 ミロビーの手紙を読んでいたディクソンは放火に気がつかず逃げ遅れたが大やけどを負いながらもアンジェラの事件の資料が燃えるのを守った。偶然その場を通り過がったミルドレッドの友人のジェームズはディクソンを救助し警察にはミルドレッドが放火犯だと察しつつも彼女は自分と一緒にいた火事とは関係ないと証言した。大やけどを負ったディクソンが入院すると自分が 暴行したレッドと同室だった。ディクソンは顔が包帯で隠れていたため当初は気づかれなかったのだが、レッドの優しい対応を受けるうちに涙を流し、窓から突き落として悪かったと謝罪した。レッドは相手がディクソンだと気づき驚きはしたが、休暖することなくオレンジジュースを差し出した。一方、ミルドレッドの元にはウィロビーからの最後の手紙が届いていた。 内容は自分が自殺するのと広告版は関係ない。君の気持ちはわかるが、警察にもどうしようもない事件というのは存在する。憎しみだけで生きないでほしい。というものだった。さらに彼は広告版の維持費として彼女に5000ドルを送っていた。焼けた広告版は予備の張り紙を使用することで再掲され、ウィロビーが死んでも広告のメッセージは変更しなかった。 放火の際に助けられたジェームズに恩義を感じていたミルドレッドは彼と食事に行くが同じレストランに元夫のチャーリーが現れる。ジェームズが席を外している間にチャーリーは広告版は酔った勢いで自分が燃やしてしまったと告白する。チャーリーに憤慨するミルドレッドはジェームズに八つ当たりのような接し方となってしまい、ジェームズは 俺は苦しんでる君を支えたかっただけなのにと帰ってしまった。ジェームズを傷つけてしまったミルドレッドはワイン瓶ンを手にチャーリーのいる席に足を運ぶが暴力を振るうこともなくその場を去った。退院したディクソンがバーで酒を飲んでいると後ろの席で男たちが話していた。その一人は以前ミルドレッドの店に現れ恐喝した男だった。 会話の内容は9ヶ月前に女性をレイプして焼き殺したことを自慢に,に語るものだった。アンジェラを殺した真犯人だと確信したディクソンは車のナンバーから住所が相場補修であることを確認するとひどい暴行を受けながらも相手の皮膚を爪でかきむしり DNA を採取することに成功した。ディクソンはミルドレッドに男のことを話し二人は和解した。 ところが、アバークロンビー所長は、ディクソンに DNA 鑑定の結果は一致せず、さらにその男はアンジェラが殺された時期には、軍の任務でアメリカ国外にいたと告げる。ディクソンとミルドレッドは落胆するが、ディクソンはその男は、事件と関係がなくても、レープ犯であることは、間違いないためアイダホに行くというと、とミルドレッドも同行することを決意する。 ミルドレッドは息子に、ディクソンは母親に別れを告げ、アイダホへ向かう。ミルドレッドが、警察署をやったのは、私と告白すると、驚きもせず、あんた以外に、誰がやるとあっさり返され、ミルドレッドは笑う。道中、男を殺すことについてどう思うかについて、みちみち、決めればいいと語る。2015年9月、ガーディアンによるインタビューの中で、マーティン・マクドナーは、 フランシス・マクドーマンドを主演とした映画を制作する意向を明かした。2016年2月9日には、フォックス・サーチ・ライト・ピクチャーズとフィルム4プロダクションズが本作に出資するとの報道があった。3月9日には、ウディ・ハレルソンとサム・ロックウェルが本作に出演すると報じられた。15日には、アビー・コーニッシュとケイレブ・ランドリー・ジョーンズの出演が決まった。4月7日には、 ピーター・ディンクレージ、ジョン・ホークス、ルーカス・ヘッジズの出演が決まった。6月13日には、キャスリン・ニュートンが本作に出演するとの報道があった。撮影中のハレルソン2016年5月3日、本作の主要撮影が、ノースカロライナ州シルバで始まった。本作は2017年9月に開催された第74回、ベネツィア国際映画サイト第42回トロント、 国際映画祭で上映され、10月に開催されたロンドン映画祭ではクロージング作品として上映された。2017年11月に第30回東京国際映画祭の特別招待作品として上映され、2018年2月1日に全国公開。海外版ポスターでは3枚の看板は裏を向いているが、日本版ポスターではより看板を強調するために文字が 見える表側になっており、その上で一番左の看板の文字が英語圏では、ネタバレに当たるため霧で隠されている。本作は批評家から絶賛されている。特に、被害者の母親を演じたフランシス・マクドーマンドと、人種差別主義の警官を演じたサム・ロックウェルの演技が、絶賛された。 映画批評集積サイトのロッテントマトズには221件のレビューがあり、批評家支持率は93%、平均点は10点満点で8.6点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、スリービルボードはブラックコメディであることと、生産なドラマであることを見事に両立させている。また、ベテラン俳優たちから記憶に残る演技を引き出している。となっている。 また、メタクレティックには47件のレビューがあり、過重平均値は87、100となっている。なお、本作のシネマスコアは A マイナスとなっている。本作は、第42回トロント国際映画祭で最高賞となる観客賞を受賞した。ありがとうございます。